高木隆園1918年9月11日は、江戸時代後期から大正時代にかけての臨済州の前奏。丹波福知山町出身。道号は隆園、室号派公運犬。属性は高木。天竜寺の百合適水に閉山し、その方を継ぐ。1892年、天竜寺派官庁に就任する。 1901年には再び館長職に復帰する。1918年9月11日に横飛吹77で宣言した。1842年に丹波福知山町で父である高木十左衛門の次男として生まれた。1847年、丹後本山にある愛光寺の月丹和尚を授業士として特土した。月丹和尚は流縁のお父にあたる。 その後、岩国栄光寺の今北高専禅寺に、ついで、久留米梅林寺の羅山禅寺に参じたが、1863年に羅山禅寺が宣言した後、龍園は大病を患い、やむなく帰京した。その後、1864年の源寺の役で、ガランの多くを消失してしまった天竜寺に、翌1865年には京都に行き、 佐賀六王院の義堂小席について2年間の修行を、積み、義堂の宣言を受けて、ゆり敵水に参じることとなった。1871年12月に、本山地図院に駆け通した。その翌年には、敵水老子から、流園の号を付与された。1873年には、東京湯島の臨床院に、家具大教院助教授に任せられたが3年で天竜寺に、帰る。 そして1880年38歳の時には天竜寺専門道場の鹿をユリテ水に代わって務める。1883年6月に天竜寺総道が再建され開け人へ。1892年12月にテ水に代わって龍園が臨在州天竜寺派館長となる。現氏の役で、 伽藍の大半を消失していた天竜寺の再建がほぼ終わったのを機に、官庁職を死の敵水前寺に一旦戻し、1898年に他方殿の仙座式等を挙行した。それを見届けるかのように、百合敵水は翌1899年に宣言したが、その時、官庁職は同じく敵水の奉仕で龍炎の弟弟子にあたり、またすでに総動士家となっていた。 橋本も山ガザンに譲られた。しかし、ガザンは、官長就任して2年も経たずに1900年に、宣言した。そのため、龍園は一度総道鹿に戻るが、すぐに、弟弟子のキュウリ、東明に、それを譲り、自らは1901年に、再び官長職に就くこととなった。ところが鹿を譲って、わずか2年後の1902年には、今度は、 安ズ明が臨済州東福寺派の官庁となるため、去ることとなった。そのため、龍園は、総道士下に、自分の弟子である、項目大竹を当てた。この一連の働きを考えれば、龍園は、明治の動乱期にあった天竜寺にとって、最大の功労者であるとも言える。その後、龍園に帰依した、川崎昭蔵の奨励により、神戸特密院の解散となって、1907年に、 移りすずする。1913年には、官庁職を弟子の代だけに譲り、絹笠さんの航空母院に退去する。そして1918年9月11日に、宣言した。ありがとうございます。